演舞開演。どうも、本日はこちらローソンの京きなこの滑らかプリンを食べたいと思います。ちょっと香ばしそうな色のプリンですね。まあ、きなこだから当然か。ではいただきます。むしろ滑らかだからこそ香るのかもしれませんね、この香ばし。本当に滑らかに口の中ですぐにプリンがとろけていきます。そしてとろけた後にほんのりときな粉の香ばしさが口の中に広がり、それに黒蜜の程よい甘さが絡まってとっても美味しかったです。和風プリン、ここに極まれるですね。いや、極まれるは言い過ぎか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。